トニー・ビスコンティはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の音楽プロデューサー、編曲家。1968年にロンドンに移住して主にイギリスのミュージシャンの作品を手掛けた。15歳までにはギターやベースを演奏するようになり、一時はジャズミュージシャンを目指していたこともあった。その後、リカルド・ド・ラティニアーズやスピーディ・ガーフィンバンドでの 活動を経て、1967年には、トニージーグレットという夫婦で落として、デビュー、ロングヘアを、ローカルヒットさせた。1968年には、ロンドンに移り、1960年代末期には、ティラノザウルスレックスや、デビット・ボーイ等の作品のプロデュースを始める。テーレックスとの関係は1970年代、中期まで続き、ボーイとの関係は、 断続的ながら2010年代まで続いた。1971年にはメリー・ホプキンのアルバム大地の歌をプロデュースして同年のうちにメリーと再婚。彼女との間に娘のジェシカリー・モーガンを授かる。1970年代にはグラムロック、プログレッシブロック、フォークロック等の分野で多くのアルバムをプロデュースしている。1980年代には ブームタウン・ラッツ等とも仕事を行い、また、ムーディ・ブルースのヒット曲、You are Wildest Dream 等にも貢献した。1981年に、メリー・ホプキンと離婚。1989年には、ジョン・レノンや、小野洋子のパーソナルアシスタントだった、メイ・エッパンと結婚する。ビスコンティは2008年4月のインタビューにおいて、最初期に影響を受けたプロデューサーとして、フィル・スペクター。 ジョージ・マーティン、デニー・コーデルを挙げており、作曲家としてはフィリップ・グラスを尊敬していると語った。アーティストの姓またはバンド名の五十音順に並べる。ありがとうございます。